はじめに4種類のドリルを比較してみます。鉄鋼用ドリル M6。 木工用ドリル M6。木工用ドリルネジ式 M6。 垂直ドリルガイド SP プラス鉄鋼用ドリル M6。鉄鋼用ドリル M6。 きれいに開口されました。構造の秘密。勘の良い方はすでにお分かりでしょう。この時点で円形にカットされています。これが心臓部です。先端がポンチ構造になっていました。先端が木材を捉えながら穴を開けます。先端を固定すると、その位置から左右へずれなくなります。この効果で切削時のトルクでも簡単にずれません。ロック式の大きな利点です。点滅は木目を表しています。ドリルは木目で簡単にドリフトしてしまいます。位置がずれる原因です。しかしポンチは木目をまたぎます。このためドリフトが発生しません。はじめに確定した位置からずれにくくなります。穴を除いての位置決め。穴を除いて中心を狙います。ライトで照らしながら慎重に。慣れるとこの方が良かったりします。クランプなしでもほとんど動きません。どうでしょうか。加工方法です。ドリルを回転させながら斜めに削るだけです。グラインダーでも可能です。
内側にバリが出るので処理します。ここではパイプでバリを押し出しています。理屈は刃物を研ぐのと同じです。高難易度の穴開け。普通は割れるギリギリで開けてみます。さらに攻めます。木工用ドリル M6。 木工用ドリルは角が少し割れました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。